はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めの一歩ハイキングソウル動画撮ろうと思いますということでやっていこうと思うんですが、まあ期間限定で、初回無料分引けるガチャがね2種類来てますので、まあ今回はねこの2つ引いていこうかなと思います。まあロックオンガチャの方は、9月7日23時59分までということで、あとね17分ぐらいしかないんで、こっちをちょっと急いで引かなきゃなというのと、もう一つね、これなんて読むんだかよくわかんないけど、カニ焦燥って、こっちも、1回無料で引けますよという感じなんですが、9月8日23時59分までなんで、まあこっちはね1日猶予あるんだけど、まあ両方一緒に、回しちゃおうかなという感じですね。はい、ということで、じゃあちょっと時間短いロックオンの方から行きましょうか。セルフピックアップ選ぶ。3枚出るんだったらフォークと宮田くん選びましょう。で、ついでに、ユニゾンの木村と青木も選んでいく。まあ、あとはボルグさんかな。オッケー。これで行きましょう。で、ピックアップ狙い撃ち枠。そうだね。まあ、これはあれか。合コンのボルグさんにしておきますか。オッケー。これでいきましょう。ロックオン、ピックアップ。ピックアップ狙い撃ち抽選に関しては、0.05% ピックアップ枠。なるほど。で、0.1% でピックアップ狙い撃ち枠。今選んだやつが出ますよということみたいですね。OK。じゃあ行ってみましょう。行け!さあ、どうよ。まあ、青木村のね、サポートとか、あの辺でもいいから出てほしいなと。お、装備が多いね。赤黒いグローブは、ほとんど装備ですかというところだが、なんか微妙だな。ラスト1枠。ラスト1枠は、仙道とゴンザレスの、1111万対戦記念みたいなやつでしたっけ。なるほど。はい、ピックアップ。排出率超絶アップになりましたが、まあ、ちょっと追撃はせずに行きましょう。じゃあもう一個の方ですね。こちら無料ガチャ引いてみよう。これは、あ、確定枠ついてんのかこれ。お、もしかしたら最後の1枠は割といいやつが入ってんのかもしんないね。まあ引いてみましょう。あ、ちなみにね、これね、詳細確認しようと思ってね、上のバナーみたいなやつクリックしようとすると、なんか、謎の画面に飛ばされて、アプリね、再起動しないといけなくなるのが直前に分かったので、動画内ではね、ちょっと押さないけど、まあとりあえず引いてみますか。いきましょう。いけ!ほい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 。さあ、じゃあ最後の1枠で、意外とね、いいものが出そうな気がするので、そこに期待して、見守っていきましょう。なんかほとんどグローブだな、でも最後の1枠以外。はい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 。ラストで何が来るか。なるほど。バイソン ×5 か。まあ一応ね、今スタメンにバイソンいるので、そんなに悪くはないけど、あんまり大当たりを引いた感じでもないっていうところですかね。で、モードが完絶モードになったけど、完絶モードっていうのは、超厳選剣弾は 50%50% で出るよみたいな、モードみたいっすね。追撃は60万剣石。やろうと思えばできるけど、やめとこうかなというとこですね。OK。まあ、とりあえず、装備で引けたやつ、くっつけていきましょうか。なんか、バンテージなかった?さっき。あ、バンテージ ×5 引いてますね。OK。まずはこれくっつけましょう。試練シリーズですね。ボルグさんの、装備、バンテージをまずは強化していく。さらに、あれ、マウスピースもいくつかあるな。マウスピースは今回引いたやつじゃないような気がしますが、あ、今回引いたやつだっけ ?5 個あるなら、そうかもしれん。どっちだろう。まあ、くっつけておきましょう。OK。で、あとは、技のね、あ、そうだね。あれちょっと待って、技だけじゃなくて、そこも引いてたけど、今装備してるのは技の方なので、とりあえず技くっつけちゃいましょうか。はい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 。
技の、ボクサーウェアくっつけておく。さらにスピードの方かな、スピードのボクサーウェアも一応、引けてるので、まあ、これくっつけておきましょう。まあ今ねあんまり属性入れ替えてまで使い分けとかしてないので別にいいっちゃいいんだけどね。であとはねちょっと待って、これはね素材、なんかに、あそうだねこれか、百戦錬磨の乱流に突っ込めるはずなので、ここをまとめてねくっつけちゃいましょう。まあレベルは上がんないけどね、装備のボックス圧迫しちゃうので、少しスペース作っておこうかなというとこですね。 OK。 あとはとりあえずいいか。で、バイソンゲットしたのでとりあえずそこをくっつけたいかな。まず一括でくっつけられるやつくっつけていきましょう。マシバもくっつく。はい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 。でさらに、他ね手動でくっつけられるやつくっつけていこうかなというところで、まあ、とりあえず森田久美子スパーリング体験からくっつけていこうか。 OK。 お130も上がる、思ったより上がるな。で、さらに1111万対戦記念の仙道ゴンザレス、こちらもくっつけていきましょう。 OK。 あれこっち今上がんなかった、外れてんだっけ仙道ゴンザレス。どうだったかな。で、あとは、とりあえずはそんなもんかな。一応星6の方も見ていくと、今んとこないっすね。はい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 。まあ、ただゴンザレスじゃなくて、なんだっけバイソンか、バイソンくっついたから結構、そこでね戦力アップできたかなというとこですね。高村守と書いて何でもできるさ。そうか、バイソンが5枚出たので一気にねバイソンの凸が進んで高村さんとの、絆ね結構上がりましたね。5段階まとめて上がった感じかなこれ。ほい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 、なかなかいいんじゃない。であと、剣玉用の装備も何か出てたと思うのでちょっと確認してみましょう。装備変更で、さっき拾ってたのはね多分ね、あこれかな、獅子粉塵の気迫じゃなくて星11の、獅子粉塵の気迫、豪華、こっちに変えておきましょう宮田くん装備を。OK。 この星11のやつね4つしかなかったのでこれで5個になったかなというとこですね。スタメンは全員これ星11装備できてるかな。 OK。 そうだね、できていますね。で今バイソンが、1701条まで来たので鮮度抜いてるのか。なるほどなるほど。で宮田くん3765、ホークが5711、まあ、この2人はね一時的なステータスアップも加味してこの数値なので、まあ、それが抜けた状態だとどんなところかわかんないけど、まあ、それでもね、まあ、新しいやつほど強いので基本的にはねこの順番は変わんないかなというところですね。まあ、そう考えるとリカルドは結構息が長いね。まあ、リカルドとセンド、まあ、装備の差もあるか。いや装備の差あるっつってもこれは結構違うような気もするね。なるほど。リカルドってまだバフ入ってんだっけ、ちょっと、そこ確認しましょうか。あリカルドまだバフ入ってんのか。で鮮度はバフ抜けちゃってるから、合コン同士といってもそこでも差がついてる感じか。まあ、ちょっとね仙道バイソンに抜かれてんのは寂しいところかなというところはあるけど、まあ無凸と、プラス9との差で、しょうがないかなと。っていうかあれだな、スタメン入れ替わったせいでバイソン以外1個も重なってないんだな。また、重ねていかないとねエフェクトついたりイラスト動いたりっていうのがないので、まあ、も
ちろん無凸の新しいキャラの方が強いんだけど、ホーム画面でねちょっと見た目ねオーラが出てないと寂しいなみたいな感じはあるんだよね。うん、バイソン以外、あ、バイソンイラスト変わったな、しかも。なるほど。あ、そうだね、元のイラストこっちだったよね。はい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 、 OK。 まあちょっとね、あの試合開始直後と実際殴ってるところぐらいの感じでイラスト変わったので、まあこっちにねしっかりしておきましょう。まあ他がねちょっとエフェクト入ってないのでちょっとやっぱ寂しいなという感じっすね。まあなので当面の目標としては、まあ合コンの仙道リカルドあたりは重ねるの難しいかもしれないけど、宮田くんとホークはね、頑張って2枚目ゲットしていきたいかなというとこですね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。